になるんですが、ありがとうございます。はい、次が最後の曲、悲しいんですがこの曲は私たちが一番最初に作った曲で、私は一番最初からはいなかったんですが、他のメンバーは一番最初に川崎で発表した曲なんだよね、はい、そうなんですよ。5月17日に初めて私たちがファンの方の前に出た時に歌った曲がこの曲なんですけど、これをやっぱり一番最後に皆さんに聴いてもらいたいなと思います。それでは最後の曲聴いてください。あの空へ向かって。こういうハプニングが起きるっていうのがももクロらしさだよね。大事なところで何か起きるから。基本ももクロそうだよね。そうなんですよね。でもなんかそのももクロちゃんがね、2年もこうね、やってこれたってことがすごくない？すごいよ。だって2年、2年と1ヶ月とちょびっとでしょ。ちょびっとすごいと思う。だってビラ配りやってる時とか全然人いなくてね、なんかもう1人に対して1人でずっと喋ってる感じだったよね、みたいな。はい、もうずっと本当にそれがこんなたくさん人が嬉しい。もやばいね、本当にみんなに応援してもらってるから2年間もできたということで OK ですか？それではもう一回かなこお願いします。はい、私たちの一番大事な曲です。聴いてください。あの空へ向かって。